こんにちは。アマゾンスサポーター、堀秀夫です。今日は会員さんから頂い,いた質問にね、ちょっと商品探しの、まあ、ステップ、商品探しの段階というのをね、えー、再度確認しといた方がいいかなと思ったんで、まあ、この動画作りました。まず質問。ライバル。この人、ってのライバルですね。この人は累計販売個数が多く、問題取引の少なく、また資金力もめちゃくちゃあるみたいで、 いろんな商品に大量に入れてくるので、かなり厄介なんですよね。累計販売個数が多い出品者のいない商品を探してって、見つけ出しても、この人が入れてくると負けちゃうんです。ちょっと最近困った状態なんですよね。ということなんですけど、回答はね、累計販売個数が多く、問題取引が少ない、品切れのないように商品を大量に入れる。これがカート取得の方法です。こういうライバル、 こういう強いライバルを避けて SY さんが理想の状況、状態になるのが目標ですと。自分が弱い段階で強いライバルを避けて強くなる商品選びは難しいです。だからこの商品選びをサポートしていますと。どういうことかというと、まだこの相談者さんはね、取引実績が十分でないと。そういう段階だと、まずアカウントを強くするために売れる商品を探して売る。 まあ、商品によってはね、まあ、この段階から儲かる商品である場合もありますけど、もう今ね、えー、逆にまずは、えー、取引実績を増やそうという形でやっていかないと、えー、なかなかね、えー、商品を探しにくいと、特に自力でやってる分にはそうなっちゃいます。えー、ですんでね、も、まあ、儲からなくても、あるいは場合によっては赤字でも、まず商品を数売るという形をする。 で商品が十分売れてくるとね、あるいはね、アカウント作ってから時間が経って、えー、累計取引件数が多くなって、まあ、この出品者は大丈夫だなというふうに Amazon に認めてもらうと、まあ、カートが取れる率が上がってきます。で、この段階になって初めてね、えー、儲かる商品を探しておるとで。儲かる商品が見つかったら、あとはもう補充し続けると、ねえー。まあ、儲かる商品がもっと強いライバルが出てきてね、もっと他の商品を探さなきゃいけない場合もありますけど、基本的に目標になる 数字までね、もう一回商品が見つかったら、もうあとは補充し続けるという流れになります。ですのでね、弱いうちから、このいきなりね、もうる商品を探して売るというのにね、えー、こだわると、まあ、かなり、えー、商品探しは厳しいと。あるいは自分のアカウントが弱い段階だとね、もうる商品のつもりで探しても、全然儲かんなくなっちゃうというのがね、多発するということになっちゃいます。で、この辺のね、まあ、 選び方というのはね、初心者の、あるいは商品を選びをね、ちゃんと覚えてない段階だと、良かれと思ってね、この商品だろうと思ってね、大体ダメな商品を選びます。で、この商品はやめとこうと思った商品が大体良い商品であるというのがね、多いです。これ、ほぼ例外なくね、商品探しをしていると、えー、相談してきてね、えー なんかおかしいなと。なんでこんな商品ばっかりになるのかなというので、スカイプ相談とかでよく聞くとね、え実はフィルターかけててね、えー、余計な、余計なフィルターというかね、えー、自分で良い,いと思った商品だけを選んでますというのでね、聞いてみると、悪いと思って外した商品そ、それいいからそっちをやりましょうというようなことがね、本当多いです。というか、初めの頃はね、ほぼほぼそうなります。Yeah. 売上報告1万ドル以上の会員さんは、これね、考えてみると、今ね、最近ね、売上報告、えー、この5万ドルですとか、8万ドルですとか、3万ドルですとかね、2万ドルですとか、いろいろ、えー、報告してますけど、えー、1万ドル以上の会員さんは全員個別サポートで商品探しを覚えています。でそれだけね、えー、出来のいい、まあ、会員さんでも、やっぱり初めのうちは、まあ ちょっとピントのずれた商品とかね、NG 商品を扱おうとしちゃったり、扱ってたりすることがありました。まあ、それを修正してね、何ヶ月かやってると、まあ、商品選ビこうなんだなというのが分かってくるんでね。まあ、その後は逆にね、個別サポートじゃなくて、商品選ビなしのチャットサポート、あるいはマニュアルサポートにダウングレードしてやってる会社もいますけど、まあ、初めは、やっぱ個別サポートを受けてると。あるいは途中からアップグレードして個別サポートを受けてる場合が多いんで、 この特にね、ステップ1でアカウントを強くするために、赤字でね、売るぐらいだったら逆にサポート費用を払ってね、大した赤字が出ない、あるいは儲かる商品、あるいはね、儲からないけど、早く売り上個数が伸びるという形になるんで、まあ結局は個別サポートを受けてもらった方が、お金的にも得になると。時間も早く稼げるようになるという結果になりますので、まあ、 アップグレードする余裕のある、要はね、サポート費を払う余裕がある、商品代金払う余裕があると。またはね、お金と、お金があるし、儲けたいけど、時間があまり足りないと。副業であっての時間が足りないという会員さん、該当する会員さんは、個別サポートへのアップグレードをまあぜひご検討ください。これね、アップグレード希望の人はまず Skype 相談してます。 でね、アップグレードやっぱりじゃあ見送りますといったところでね、えー、じゃあもうサポートしませんとかね、サポート雑になりますとか、いうことは、まあ当然全然ありませんし、まあ必要ありませんねとね、思った場合には全然ね、えー、アップグレードしないで構いませんので、何しろ、ね、自力で商品探しできると思っていてね、うまくいかないケースっていうのは多々あります。私は探せると思う自信があるんですって言ってね、えー、挑んだ えー、優秀そうな会社さんもいましたけど、結局はねやっぱりね、えー、あんまりうまくいかずに、えー、アマゾン室辞めちゃってるとかね、えー、シリースボーミーになっちゃってる、あるいはね、あんまり売り上げ伸びてないというケースがあるんで、まあ、しっかりと商品探しを覚えて、えー、本業以上に稼ぐとね、ねあるいはね、あの今の稼ぎを増やしていくという場合にはね、えー、商品のサポートやっぱあったほうがいいんで、サポート、費用を払える、商品を買う代金はある。えー 時間がないから、えー、商品選びで時間を短縮したいと、ね、いずれかに該当する場合は、えー、アップグレードのご相談することをぜひお勧めします。お気軽にご相談ください。Amazon サポーター、堀秀夫でした。